はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はね、もうお盆過ぎでめちゃめちゃ暑いな、さなかなんですけど、もう昼過ぎには帰って家に帰ろうかなと思って、ぷらーっとクイーンズ経験に久しぶりに行こうかなと出かけてきたところです。やっぱね、暑いんですけど、こういう緑の多いところに来ると多少マシですね。走ってるとそこまでムッとは来ないですね。まあ温風には違いないですけど、多少マシです。で、この間ハワイでものすごい山火事があってね、で日本でもものすごい、大雨があって、台風が過ぎた後も静岡で狭い範囲で大雨があって、新幹線が不通になって、台風過ぎた後も3日ぐらい東海道新幹線がおかしかったのかな、そういうことがありましたけど、でテレビ見てるともうそれになったら異常気象だ、炭酸ガスがとか言ってやってるんですけど、あれに関して言うとね、科学的根拠ってないんですよね。確かに温暖化というところにおいて、温暖化はしてるんでしょう、してるのかどうかしてないっていう説もあるんですよ。平均するとね、例えば海流がこう蛇行してるからとか、そういうことで日本の周辺は気温が上がってるけど、逆にどっか別のところは気温下がってるとか、そういうことがあるので、平均したらそんなに気温は変わってないっていう説もあるんですよ。で、それとは別にもう一つは、今氷河期から通常期への移行期間だっていう説もあるんですね。温暖化してるとはいえ、氷河期から通常の、温暖な気候に移行してる期間だから、気温が上がっていくのは当たり前だっていう話ですよね。まあ、何千万年っていうスパンの中で、気温の上昇をする時期に来ていると。で、オゾン層が CO2 がオゾン層を破壊するっていうのは証明されてはいないらしいんですよ。だからこれはあくまでも CO2 を排出したら地球が温暖化するっていう、そんな簡単な話ではないみたいなんですよね。例えば産業革命の頃っていうのは急速に石炭で重工業が進んだわけですよね。まあ今と規模が違うかもしれないですけど、当然その排ガスをきれいにするなんていう発想もないわけで、燃やしたら燃やしたままなわけですよ。で、僕らが子供の頃は日本もものすごく環境が汚染されてて、水俣病とか実際にいろんな病気もね、公害によって発生してて、ね、垂れ流してたんですよね。その頃は他はどうかっていうと、例えば中国とか当たり前のように野焼きって言って焼き畑農業やってたんですよ。アフリカもそうですね、普通に焼き畑農業やってたんですよ。 CO2 が今は増えてるっていうのが、まあ、測定できてるからそういう話になってるのかもしれんけど、厳密にはよく分かんないんですよね。昔は測定できなかったわけですから。マスコミはね、温暖化 CO2 のせいだって一辺倒だけど、現実的には何が原因か分かってないんですよ。これ間違いないんですよ、ま、分かってないっていうことが間違いないんです。気候変動ってそんな簡単なもんじゃないっていうことなんですよね。もう一つあるのが、例えば EV ですね、電気自動車。日本ではまだ EV の普及率 3% ぐらいで、で、EV にしなきゃなんないみたいな風潮が
ありますけれども、ニューヨークタイムズやったかな、この間ニューヨークタイムズが記事で書いてたのが、アメリカで販売されてる EV の在庫が過剰在庫になっているという記事を載せてたんですよね。その中で書いてあったのが、ユーザーは EV を求めてないと。で、ユーザーは求めてるのはハイブリッドだから、メーカーもユーザーの声に耳を傾けた方がいいではないかみたいな話なんですよね。で、確かハイブリッド車の在庫の方がかなり少なくなっていると、通常より少ないというような話でしたね。それニューヨークタイムズそんなこと言ってて、それはそうなんだけど、ちょっと前まで EV を力入れんとハイブリッドばっかり作ってるトヨタのことを叩いてたのはマスコミですからね。だからもう本当にね、あの空気なんですよ。その空気に流されて、マスコミっていうのはそういう情報を発信するんですよね。だから EV ってずっと言ってたんだけど、ユーザーがそれで全然踊らないと、市場がそうはならないと、ドイツも、EV シフト諦め出したと。で、EU も、まあ、多分近々そのルール変わるでしょうね。見直しの期間が来るんで、そういう流れの中で今まで EV シフトをせえって言ってたマスコミが手のひら返して、いやハイブリッドを作りなさいと言い出したわけですよね。だからマスコミもそんなもんです。でこの間言ったネットの情報は怖いよ、当てにならないよ、自分でちゃんと調べなさいよっていう話をしたけど、マスコミも同じですね。ただマスコミの方がね、ネットの情報よりもマシなのは、一時情報が分かりやすい。要するに元々の情報が何を引用してるのかっていうところを明示してるので、マスコミはだからその情報をまず当たるということが大事ですね。それによって、判断すると。まあ大変な時代になりましたね、そういう意味では。ただ幸いなことにね、その一時情報もね、今はネットで拾うことができますのでね、ちゃんと間違えずに公式に出てる一時情報に当たればね、手に入りますので、そういう風にしてね、正しい情報で自分で判断するっていうのが求められてる時代なのかなと思います。それでは今日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よろしければいいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。